スーパー A キャンは台湾で1995年7月に発売された16ビットゲーム機。台湾の大手半導体メーカーアレンカ電子、コフニュー原稿子の子会社であったトンコーカギから発売された。当時の台湾で絶大な人気を博していたニンテンドの超級ニンテンドに酷似した外観をしている。 台湾発のゲームコンソールとして、台湾のいくつかの大手ソフトハウスの支持を得たが、関心を示したほとんどの台湾の中小ソフトハウスに、とっては、初期コストが課題であったためにそれ以上の支持は得られず、台湾以外の地域のソフトハウスはどこも、関心を示さなかったため、ソフトが揃わなかった。また、A キャンのチップセットは超級任天堂の、 チップセットと同じファブで生産されていたため、超級ニンテンドー用チップの製造を止めないよう、ニンテンドーからファブに圧力がかかり、ハードの生産が遅れた。超級ニンテンドーのグラフィック性能とメガドライブの CPU 性能を有した最強の16ビット機を自称していた。事実、同世代のハードの中では最高の性能を有しては、 いたが、折やしくも A キャンがリリースされた1995年、3D 機能を搭載した、次世代機である、新力電動娯楽のプレイステーションが台湾に上陸する。開発キットの出来が悪かったにもかかわらず、トンコーカギは、サードパーティーに、可能な限り早くソフトをリリースするように圧力をかけた結果、リリースされたソフトはすべて出来の悪いゲームとなってしまった。 そのリリースされたソフトの中には、ボンバーマンシリーズや、ファイナルファンタジーシリーズといった有名、メーカータイトルのゲームシステムそのものを真似したソフトまでもが存在している。最終的に、トンコーカギは600万ドルの赤字を出して倒産した。スラネカ電子本体にも影響を及ぼし、2000年まで、その負債がのしかかった。周辺機器接続端子がないが、 メガドライブのスーパー 32X のような周辺機器の発売を予定していたらしい。発売予定の図形加速器に関する情報がスーパー A キャンの外箱裏面に記載されている。ちなみに外観はスーパー 32X に酷似している。全部で12本のゲームが確認されている。8ビットから32ビットくらいの間の下 M スーパー A。 キャンカートリッジレンチ交換スーパー A キャンサンプリンライフも個人性ありがとうございます。